じゃあ、今日も意味がわかると怖い話をしていくね。うん。今度はどんなお話が聞けるのかな。今日のお話はね、学校に行きたくない女の子があることをして休もうとしたら大変なことになっちゃったってお話だよ。大変なことってなんだろう。うん、普通そんな大惨事になることはないと思うんだけど気になるね。はあ、結局雨降らなかったな。今日は私が大嫌いなマラソン大会だ。てるてる坊主を逆さにして飾れば雨が降るってネットに書いてあったのに、全然雨降らないじゃん。あ、そうだ、熱があるって言って休んじゃおうかな。ミオ、いつまで寝てるの？今日マラソン大会の日でしょ？早く起きなさい。お母さん、頭が痛いの。熱があるみたい。え、熱？ミオ、今日マラソン大会だからって休もうとしてるでしょ。違うもん。本当に頭が痛いの。わかったわ。じゃあ、リビングに体温計があるから測ってみなさい。うん。熱がないならちゃんと学校に行くのよ。お母さんはお仕事の準備するから、とりあえず朝ごはん食べちゃいなさい。はい。体温計はこの辺だったかな。あった。てか、うちの体温計はどうしてこんな昔のやつを使ってるのかな。今時こんなの使ってる家ないと思うんだけど。はあ、それよりもどうしよう。このまま熱を測ったらお母さんに仮病ってバレちゃうよ。そしたら今日学校に行かないといけなくなっちゃうじゃん。どうしよう。もしかしてこれを使えば学校休めるかも。あ、しまった。やりすぎて40度超えちゃった。これだとバレちゃうからちょっと下げないと。うわっ。ミオ、熱はどうだった？あ、お母さん。どうしたの？ごめんなさい。手が滑って体温計割っちゃった。え、まったく。何してるのよ。どうせ休みたいからって体温計の温度を上げようとでもしたんでしょ？お母さん鋭い。図星だったみたいね。ごめんなさい。まあいいわ。この体温計もだいぶ古かったし、そろそろ買い替えようと思ってたから。とにかくあなたは学校に行きなさい。はい。まったく、見よったら仮病で学校を休もうとするなんて困った子ね。さっき入れたコーヒーも冷めちゃった。ぶ、まず、冷めると美味しくないわね。お砂糖の配分間違えたかしら。はあ、疲れたな。やっぱりマラソンなんて大嫌い。あれ、鍵が開いてる。ただいま。お母さん、今日仕事じゃないの？え、お母さん、お母さん、しっかりして。お母さん、目を開けてよ、お願い。え、女の子のお母さんはどうして倒れちゃったの？僕もどうして倒れていたのかピンとこないね。ミオちゃんとユータくんは知らないかもしれないけど、昔の体温計ってどんなのか知ってる？昔のって今と違うの？うん、昔の体温計にはね、水銀が使われていたの。水銀が？そう、水銀が人間の体内に入ると中毒症状が起きてしまうの。摂取量が多い場合は死んでしまうこともあるんだって。で、怖。でもどうやって体内に入っちゃったのかな？
まさか。そう、さっき女の子がマグカップに体温計を入れた時に温度が上がりすぎたから温度を下げようとして体温計を割っちゃったよね。うん、おそらくその時に置いてあったコーヒーに水銀が入ってしまった。それを飲んでしまったお母さんは中毒症状が出てしまって倒れていた。なるほど、そういうことだったんだね。あの女の子のお母さんは助かったのかな。普通の中毒症状で意識がなくなることはないから、もしかしたら。かわいそう。今は水銀の体温計なんてあまり見ないけど、取り扱いは要注意だね。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。皆様のコメントもお待ちしています。ベルボタンを押せば新着動画のお知らせが届くので、ぜひ押しておいてくださいね。